ゼネラルエレクトリック CF6。CF6 CF は、アメリカ合衆国のゼネラルエレクトリック、現、GE アビエーションが開発した、航空機用高バイパス比、ターボファンエンジンである。原型となったのは、アメリカ空軍の C-5 大型輸送機用に、開発された TF39 ターボファンエンジンで、世界初の実用高出力、高バイパス比エンジンであった。現在では、軍用、 民間を問わず様々な航空機に使用されている。また、後継機として、ジェネックスエンジンが開発された。1964年に、アメリカ空軍は次世代戦略輸送機を開発する CXX 計画を開始し、1965年に、ロッキードの機体とゼネラルエレクトリックのエンジンを採用することが決定した。 高バイパスターボファンエンジンは性能を大きく飛躍させ、燃費を25%改善しつつ4万3000ポンド、約19.5トンの水力を生み出した。TF39 のバイパス比は8で、圧縮比は25、また、高度な冷却システムによって1、摂氏370度というタービン温度を達成した。TF39 の初号機は1965年に、試運転し、 1968年から1971年にかけて463機が生産されて C-5A に搭載された。TF39 は民間用に CF6 として提案され、すぐにイースタン航空向けに売り込んでいたロッキード L-1011 とマクドネルダグラス DC-10 が関心を示した。 L-1011 は結局ロールスロイス RB211 を採用して CF6 の最大のライバルを作ることになったが DC-10 は CF6 を採用して1971年に初飛行し市場で成功を収めた。さらに CF6 はボーイング747のエンジン選択肢の一つに選ばれた。ちなみに747は CF6 誕生の きっかけとなった CXX 計画でロッキードに破れた開発資源を民間に転用したものである。それ以来、CF6 はエアバス A300、A310、A330 やボーイング767、マクドネルダグラス MD-11 などに採用されている。日本においては多くの民間航空機に搭載されているほか、 航空自衛隊の日本国政府専用機や E-767 早期警戒管制機、KC-767 空中給油機、C-2A 早に採用されている。TF39 は1960年代において革新的なエンジンだった。水力は4万1000から4万3000ポンド、191から 205KN である。以下に示す。 新技術が投入された。機械的に TF39 はそれまでになかった高バイパス比のターボファンエンジンである。それまでは初段のファンブレードには吸気案内翼が外部バイパス部にあり、コアブースターステージがファンローの前にあった。TF39 の構造は次のサイトにある。CF6 から6は民用の TF39 として開発され、 DC-10 に最初に搭載された。最初期型の CF6 であり、単弾のファンとコアブースター弾を5段の低圧タービンで駆動、16段の高圧軸流圧縮機を2段の高圧タービンで駆動する形式で、燃焼機はアニラー式で排気を分割する。86.4イン、2.19メートル系のファンによって1300ポンド、S、590キログラム、 S, S の水力を生み出し、バイパス比は5.72に達する。圧縮比は24.3である。最大で陸重量時の静止水力は4万ポンド、178KN である。CF6 から50シリーズは、水力が4万6千から5万4千ポンド、205、2240KN の高バイパス比エンジンである。産業、船舶用に、 LM2500 カスタービンムエンジンとして開発された。1969年に長距離型 DC-14 エンジンの後継として開発が開始された。1969年、エアバス A300 に採用され、1971年、エールフランスがローンチカスタマーになった。1975年には、KLM が 最初の CF6 から50搭載ボーイング747の発注を行った。CF6 ファミリーはこれを機に CF6 から80へと発展する。1980年には全日本空輸のボーイング 747SR 専用として水力を落とした CF6 から45がファミリーに加わった。CF6 から80は 水力が48000から75000ポンド 214×334KN である。CF6 から50シリーズの成功を受けてさらに改良した。高圧圧縮機は14段である。767に搭載された CF6 から 80C2 バイト6回の高圧タービンに起因する故障を受け、FAA は一定時間使用した。 CF6 から80の使用に注意を勧告している。マイナス80シリーズには3種類がある。CF6 から 80A は、水力が4万8000から5万ポンド、214×222KN で、ボーイング767とエアバス A310 に搭載されている。このエンジンを搭載した767は1982年に、 A310 は1983年に就航した。また、ETAPs に認定されている。CF6 から 80A、A1 のファンの直径は86.4人、2.19メートル、で、空気流量は1435ポンド、S、651キログラム、S で、圧縮比は28.0、バイパス比は4.66である。 静止時における水力は48,000ポンド 214KN である。基本的な機械的構成はマイナス50シリーズと同様である。CF6 から 80C には1985年10月から運用開始された。水力は52,500から63,500ポンド 234×282KN である。燃料消費率が 同水準の水力のエンジンと比較して向上している。CF6 から 80C2 は同一のハードウェアでエンジン制御部のレーテットプラグを交換することで最大水力が16段階に調節でき、その用途の広さからこのエンジンは幅広い分野で使用されている。CF6 から 80C2A1 はファン径が93イン、2.36メートルで、 空気流量は1750ポンド S、7 9 0ラム、s である。圧縮比は30.4でバイパス比は5.15である。静止時の水力は59000ポンド 263kN である。マイナス 80A に比べると、高圧圧縮機に特設ステージが1段、低圧タービンには第5段目が追加されている。CF6 から 80C には現在、 ボーイング747や MD-11 のようなワイドボディ機に搭載されている。CF6 から 80C にはエアバス A300、A310、ボーイング767向けに ETAPS-180 の認可を受けている。また、アメリカ空軍の C-5M スーパーギャラクシーにも搭載されている。CF6 から 80E1 は エアバス A330 用に特別に開発された。水力は67,500から72,000ポンド、302-334KN である。CF6 から 80E1A2 のファン系は96イン、2.44メートルである。空気流量は873,6キログラム、S1、925ポンド、S、875キログラム、S で、 圧縮比は32.6、バイパス比は5.3である。産業用と船舶用に開発された CF6 から 80C 二は LM6000 シリーズと称し、高速船舶や艦船に搭載される。LM2500 と LM5000 は圧縮機の端から軸出力を取り出している。LM6000 は低圧圧縮機を CF6 から50から流用している。 CF6 から32は、ボーイング757向けに、CF6 から80の出力を減らしたものである。実際には採用されなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。